それではですね、坂本さんの方に、今インタビュー答えていただきたいと思います。坂本さん、聞こえますでしょうか。はい、ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、まず最初にですね、先ほどもお話ししましたけども、はい、先日九州の方で4都市に、被害が拡大した高低期ですけども、現在、はい、宮崎の現地の様子はどういう風になっていますでしょうか。今ですね、皆さんご存知だと思いますけれども、287例という、高低期の生じ例が出てまして、その中で、発射分が現在座っているのはもう19万頭ぐらいですね。で、実質 82% という報道はなされてるんですけれども、ワクチン接種を殺処分する対象を考えるとですね、実際 60% ぐらいしか済んでないような状況です。まだ殺処分が 60% しかされていないというところですね。はい、現地の農家さんとか今どういう状態ですかね。今はですね、以前川南の農家さんが味わっている状況が、都城市、宮崎市、日向市、あと西東の一部ですね、こういったところにも広がっているような形で非常に不安な状況がついています。不安な状況、宮崎全土に感染の方が広がってきているということなんですけども、今回の感染の方ですね、はい、例えば今回結構4月の下旬に発表があってから感染の拡大っていうのはあまりなかったと私は思うんですけども、今回いきなりですね、4都市に飛び火したっていうところ、何か感染拡大の原因とかがあったとお考えでしょうか。感染についてはですね、本当今何が感染ルートだったのかというところ非常にわからない状況になってます。そうですね、感染はルートがわからないということですと、今回宮崎全土に広がったっていうところなんですけども、もう隣の県であったりだとか、九州全土に拡大する可能性っていうのは全く全然可能性として排除されていないという状況、すごく現地の方不安だと思います。現地の畜産農家の方の声とかは届いてますでしょうか。やっぱりですね、近畿でも早いっていうか、もうこれにつきますということなんですよ。一日でも早い解決をっていうことですね。はい、なくしては目的の再建につながらない部分ですから、再建につながらない。連日ですね、今回のインタビューに関して坂本さんの方に今お話いろいろ聞かせていただいてますけども、農家さんが全く収入が全然なくなっている状態で、ものすごく大変な中、毎日日々を過ごしていらっしゃるということを聞いております。今回の、被害、政府の方から、殺処分対象のものに対して、家畜に関しては全頭保証という発表も出ていますが、その保証で十分であるのか、それとももっとどういう保証が必要なのかというところを、答えていただければと思いますが、はい、今の保証内容についてはです、今飼ってた家畜についての保証については十分だと思います。ただ今後再建するにあたっての、年数です。実際再建するまでに何年かかるか、それによっての、支援というのはやっぱり不足するんではないかと思います。そうですね、私の方でも再建するまで農家の方5年以上かかるというような話も聞いています。5年間ずっとやっぱり何の支援もなく5年間過ごすことっていうのはやっぱり難しいと思いますので、そこら辺もね、考えていただければと思います。あとですね、坂本さんの方でも会社の方、畜産関係の会社というところで働いているというふうにお聞きしているんですが、実際畜産関係の会社、今回かなり大きい打撃を受けていると思いますが、そちらの方には保証ってないというように聞いているんですが、どうですか。本当会社の存続が危うい状況ですね。はい、我々ですね、多分
さん関係の関連会社で会社のお友達とかもいらっしゃると思うんですけども、皆さん同じような状況を、はい、そうですね、まあ、国としての、まあ、対策といってもですね、本当雇用助成金あたりぐらいしかなくて、本当にもうどうする術もないような状況、日に、もう日々日に衰退って言ってる中ですね。宮崎県というのは、ね、本当に畜産王国というふうに聞いています。先のインタビューでもですね、畜産関係が、宮崎での、収入の方ですね、半分ぐらいを占めるというふうに聞いているんですが、まあ、その、はい、そこで畜産関係の農家さんたち皆さん倒れられるようなことがあると、宮崎が多分使わなくなるような話を聞いております。はい、そういうことが、まあ、今回拡大どう止められるのかどうかというところをよく分かってないんですけども、ぜひね、政府の方もちゃんと対応して、なんとか配布していただければと思います。まあ、政府の方にちょっと坂本さんの方から何かお願いという形で何かメッセージとかありますでしょうか。はい、関総理が実際宮崎に入って発されたみたいですけども、まあ、政府として全力を尽くすと、そういう話で、まあ、これも当たり前の話であってですね、実際具体的に何日までに対処するというような発言をしてほしいなと。で、それによって安全宣言が1日でも早くできるような、そういう体制を1日でも早く取ってほしいですね。今回、今回拡大した、4都市に拡大した法定期なんですけども、その対応が結構早かったという話を伺ってますが、それでもやっぱり、はい、その期限であったりだとかっていう発言に関してはあまりないということですか。そうですね、今回4カ所に広がった部分についての対処はとても20時間以内に終わらすようなデジタル動きで抑えてるんですけど、実際火元である川南のと、ここも今も燃え盛っている状況なので、ここを先にいち早く殺処分をですね終わらす、これをしないことにはもう火の粉がどんどん飛んでいく。その今回拡大の知らせがなかった状態の時はですね、もう法定域はもう収束に向かっているというような感じでですね、報道もあまりされなくなりました。その中ででも苦しんでいる農家さんかなりたくさんいましたし、ちょっとなぜそうやって報道まだ収束が来ていないのにですね、報道がだんだん全然しなくなってしまうのか、私の方もちょっと疑問があった、んですけども、ぜひですね、これからも全力で対策をしていただきたいと思います。この、被害の中ですね、今回全国の皆様からですね、例えば今回も募金、集めていますけども、募金であったりだとか、まあ、署名であったり、いろいろと支援が現地にも届いていると思います。おそらくも坂本さんの方には、まあ、関連会社ということで届いていないと思うんですが、現地の農家の方からそういう支援について何か、お話を伺ってたりはしますでしょうか。はい、やっぱりこういう状況なので、本当は一般の方とか保守の方に義援金をいただいたについてはですね、感謝の気持ちでいっぱいですということを言います。我々もそういう方が少しでも元気になるような話、まあ、非常にありがたいという気持ちでいっぱいです。そうです、今回かなり政府の対応が遅れたというところもありまして、一時金というか、まあ、すぐ本当にその日その日を生活していくお金っていうところで皆さん本当に苦労したと思います。その中で
ごく、皆さんの支援が支援で助かりましたという声、坂本さんの方からも、またフォープラスの取締役の、亀田さんという方からもですね、お話を伺ってます。皆さんには本当にありがとうということで伺ってますので、私から代わりにですか、伝えておきます。まだもう少しお時間あるようなので、いろいろ聞きたいと思うんですが、今回 の法定期の殺処分なんですけども、殺処分が追いつかないという話先ほどありましたけども、私もちょっとデータをまとめていまして、次に殺処分が、実行されるのが大体、4000頭から5000頭、今回拡大もありましたが、毎日大体6000、4000頭ぐらい、感染確認して増えてきていると思うんですね。その中で毎日多分殺処分で追いついているのが1000頭ぐらいしかないんです。で、先ほどのお話にもありましたけども、全部取引切るまで一体どれだけかかるんだっていうところ、